こんにちは、全翔です。本日は愛知県一宮市にあるモデルハウスをルームツアーさせていただきます。1階は 15.03 坪、2階は 14.78 坪の総面積約29坪の建物になっています。外観の特徴は何といっても目を引くブルーの外壁、三角地を生かして設けたウッドデッキもポイントになっています。まずは玄関です。玄関は人気のツーウォークスタイル、壁を目いっぱい使ったたっぷりの収納が嬉しいポイントです。土間部分はレンガタイルを使用、レンガの角が少し欠けている感じがヴィンテージな雰囲気を演出しています。LDK はとっても雰囲気のあるヴィンテージな空間に仕上がっています。リビングに設置している薪ストーブは部屋全体を温めてくれるだけではなく、インテリアとしても存在感バッチリです。冬には実際に火をつけてスタッフが暖をとっています。とっても存在感のあるキッチンカウンターは全焼の造作、バーカウンターをイメージしています。レンガのように見えるこちらの部分はデザインコンクリートといって、職人さんが一つ一つ手作業で形を作って施工をしているものになります。キッチンはバーカウンターのような厨房を意識してあえて一段下げた設計になっています。カウンター側はたっぷりの収納スペースを確保しました。上の釣り戸棚にはたくさんのワインボトルを置いて、おしゃれなバーのようなインテリアになっています。キッチンの横にはダイニングを配置、横のつながりを意識したレイアウトは食事の準備の時の動線が便利です。全焼でも人気のレイアウトになっています。板張りとデザインコンクリートがアクセントになっていて、とってもおしゃれな空間に仕上げられています。洗面室はグレーとブルーを基調にコーディネート、とってもおしゃれな造作の洗面は大きめのタイルを使用しています。大きめのタイルは目地が少ないので目地汚れを抑制し、お手入れがしやすくなっているのもポイントの一つです。洗面の横にはトイレがあります。古材風のクロスとタイル調のクッションフロアでヴィンテージな雰囲気でまとめています。続いて子供部屋です。こちらはモデルハウスのため今は事務所として使われていますが、こちらのお部屋は子供部屋の想定となっています。約12畳という広々とした空間なので、2人部屋として使っていただくことができるかなと思います。続いて2階のトイレです。2階のトイレの壁は漆喰の上に蜜蝋というものを塗った壁になっています。漆喰の上に蜜蝋を塗ることで陰影がつき、よりアンティークな雰囲気の壁に仕上がっています。
こちらのお部屋は打ち合わせ室として使っていますが、主寝室を想定しています。ロフトもあるので、大きなものの収納もここに収納することができます。リビングの薪ストーブの煙突がこちらに伸びているので、薪ストーブをつけると2階まで暖かい空気が流れ込んで、ポカポカな空間を作り出すことができます。こちらのお部屋の壁も先ほどのトイレと同じ漆喰と蜜蝋の壁になります。陰影がとても綺麗に出ていて、とってもおしゃれな雰囲気です。ロフトの下のスペースはキッズスペースとして使っていますが、実際には書斎などのスペースとして使ってみるのもいいんではないでしょうか。こちらの階段下の扉は全焼の遊び心。階段下のスペースはお子様の秘密基地のようなワクワクする空間になっています。約3畳のロフトは収納としてたっぷり使える大きさ。アイアンの手すりや木格子がインテリアとしても素敵です。3階へとつながる階段を上がると秘密の小屋裏部屋が。コンパクトな扉を開けると約12畳もの広さの小屋裏部屋へとつながっていきます。普段使わないものなどはこちらの空間にいくらでも収納できちゃう嬉しいスペースになっています。